裏原は、白組、MT スクエアード共同制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2017年10月より12月まで放送された。アメリカ合衆国のアニメ配信サービス、クランチロールにて連載中の小説、パーク、原宿クライスチームを原作としている。女子高生の須藤理と、白子まり麺つむぎことこは、春休みに、原宿で、期間限定ショップ。 パークを回転していた。しかし突然地球に現れたスクーパーズが世界各地の建造物を奪い原宿にも向かってくる。そこへ哺乳瓶型のロケットが墜落中から丸のミサとエビフレアが出てくる。リートたちはミサにもらったアマツマラで戦闘スタイルに変身してスクーパーズを撃破。国際防衛隊のミサイルが原宿に発射されるが3人の 原宿を守りたいという思いが、空中に巨大なパフェと街を覆うバブルを出現させ、原宿は守られるが外に出られなくなる。リートたちは繰り返し襲ってくるスクーパーズに悪空間、裏腹を展開して戦い、お菓子に変えて食べる。原宿にはまだ人が残っており、3人はクレープ屋のサユミンと知り合う。だがスクーパーズを食べ続けた3人の体に異変が現れる。 ミサは自分がスクーパーズであると明かし、エビフレアは3人がスクーパーズになりつつあると教える。原宿で孤立し、自己承認欲求を満たせないまり、いつまでも3人でいたいと願うコトコは、スクーパーズを貪さぼり食う。リートは2人を止めようとするが、サユミンハスクーパーズのクレープを勧め、リートに拒否されると、巨大化してパークを壊そうとする。諦めたりトは、 スクーパーズを食べ始める。急速にスクーパーズ化が進んだリトは、苦しみだし、原宿の街を破壊し始めるが、マリトコトコに絵を褒められたことを思い出し正気に帰る。三人は、スクーパーズの言いなりにはならないと宣言。アマツマラを捨てると体も元に戻る。エビフラーは、捕獲機で三人を宇宙に連れ出そうとするが、ミサはそれを拒否し、今の原宿は三人の妄想であると明かす。 ショックを受ける三人だったが、改心したミサと若い。激怒したエビフラは四人を追い回し、巨大化する。ミサは、アマツマラと反応し、大量のビーズを出現させる。リートたちのアイデアで、スーパービーズ猫ちゃんを出現させることに、成功、ついに、エビフラを倒す。リートたちは空中に浮かんだパフェを壊し、妄想の原宿を消滅させる。 ミサはエビフラーと共に地球を去る。廃墟となった現実の原宿で、リトたちは再び創作活動を始める。2017年に舞台となっている、原宿竹下通りでのコラボレーションを行っている。2017年11月26日同年12月20日まで、2.5スピンズカフェ、スイーツパラダイス店にて、コラボカフェを実施した。ありがとうございます。